マットリー・ボルトはアメリカ合衆国のプロレスラー。イリノイ州シカゴ出身。WWE にエーデン・イングリッシュのリングネームで所属。プロレスラーになる以前はコロンビア大学シカゴにて映画演技理論を専攻。2011年9月17日、地元であるシカゴを拠点するインディー団体 CSW にてマット・マーキーのリングネームでマッテューとタッグを組んで、 ビリー・リチャード・ソントンのハンディキャップマッチでプロレスラーデビューを果たした。NXT2012 年 WWE とディベロップメント契約を交わし入団。参加団体の FCW にてエーデン・イングリッシュのリングネームでロスター入り。3月1日に8人制タッグマッチにてデビューを飾った。デビュー間もないながらもハウスショーやテレビショー問わず、 出場機会が多かったものの大半は、ジョバーとしての役割が多く、トップへと足がかりにするレスラーたちの踏み台として、活動。8月には、FCW が NXT と統合し、新生 NXT に移行。カマーチョとタッグを組んでビッグ、E ラングストーンと構想を開始し、シングルマッチや、ハンディキャップマッチなどで挑むも歯が立たずに敗戦が、続き、構想は終了した。 2013年7月、ミッキー・キーガンとタッグを組んで、ジョバーとして出場していたが、9月18日に、マイケル・クエラ・ィとのシングルマッチにおいて、スポットライトを浴びて、オペラ歌手並みの美声を奏でて入場し、試合でも、校舎ぶりを見せつけて勝利した。9月25日のブル・デンプシーとの対戦で勝利。そして、上層部から認められたことにより10月9日には、 ロブバンダムとの試合を実現。破れ走った者の,の評価に値する結果を出した。以降、ジェイソン・ジョーダン、カマーチョに連勝し、10月24日には、NXT 王座の挑戦権を得ることができる、ビート・ザ・クロック、チャレンジマッチにエントリーするが、エイドリアン・ネビルに敗戦した。2014年2014年1月1日、コリン・キャサディと歌唱力対決を行い余裕の勝利を、 確信していたイングリッシュであったが、キャサディの美声に、観客の反応は一転し敗戦。この結果に異議を唱えて、再戦の要望し、対戦するがキャサディが歌っている途中で決行して、襲撃。構想を開始した。当初こそは歌唱力をめぐってのスキットが組まれ、キャサディの相棒であり、負傷していたエンツアモーレを人質に取ったりして卑怯な手段を取って、いたが次第に、 スキットやバックステージでの掛け合いもないまま試合を行うようになり、構想は自然消滅となった。5月より、サイモン・ウォッチとのタッグチーム、ボードビレーンズを結成して活動。6月17日、アンジェロ・ドーキンストラビス・タイラーとのタッグマッチにて、新技である、ザ・ツア・ラップをタイラーに決めて勝利した。8月より開始された NXT タッグ王座。 挑戦権獲得トーナメントにエントリーし、決勝まで進出。9月4日に、シンカラーカリストと対戦するが優勝するに、至らなかった。10月30日、n x t タック王座挑戦権、争奪バトルロイヤルマッチに出場し、アモーレキャサディ、タイデリンジャージェイソン・ジョーダン、ジア・センションと対戦。挑戦権を獲得し、必要に王者である。 ルチャドラゴンズを意識するようになり、11月20日には、ミゼットレスラーのカリストリートシンカリーとなるタッグを用意して痛めつけて挑発。12月11日、テイクオーバー、R エボリューションにて、NXT タッグ王座を保持する、ルチャドラゴンズに挑戦するも敗戦した。2015年8月22日、テイクオーバーブルックリンにて、NXT タッグ王座を保持する、 ブレイクアレクサマーフィーファクターに挑戦。NXT にて対戦するたびに、アレクサから妨害を受けていた対策として、ビーバである、ブルーパンツをマネージャーに従えて、試合に挑み、試合終盤に、アレクサの挑発を受けて、ピンチに陥ったところを、ブルーパンツの介入に助けられ勝利し、ベルトをダッシュした。WWE2016 年4月7日、WWE に昇格。 スマックダウンにて、ルチャドラゴンズと対戦。ルチャドラゴンズの空中殺法に苦しめられるが、終盤に、シンカラが、場外にいる自身に対して、トッペスイシーダを観光してきたところに、ドラゴが、低空ドロップキックでシンカラの背中に命中させた。勢いをつけて、フェンスに激突させ、カリストを孤立にする。最後に、ワーリングダービッシュを決めて、WWE デビュー戦を勝利で飾った。 同月14日、スマックダウンにて、WWE タックオーザ挑戦権、争奪トーナメントにエントリー。一回戦で、ゴールダストファンダンゴと対戦。ゴールダストの老快な動きとファンダンゴの蹴り技に苦戦。終盤にゴールダストから、クローズラインで場外に落とされるがフェンスに叩きつけて、ファンダンゴをか乱した隙をゴッチが、背後から攻撃。 最後に、ワーリングダービッシュを決めて勝利した。同月18日、RAW にて準決勝で、ウーソズと対戦。ウーソズの空中殺法にゴーを逃がすが終盤に、J の負傷している方を攻め、最後に、ワーリングダービッシュを決めて勝利した。5月1日、ペイバック2016にて、決勝で、エンツ・アモーレコリン・キャサディと対戦。アモーレとキャサディの連携に苦戦するが、 ォッチがアモーレをロープに投げられたところジョーが言え、滑り込もうとしたことに失敗して、首がロープに当たると、リングに側頭部を打ち付け失神。動けなくなりレフェリーの判断により、無効試合となった。2016年5月22日、エクストリームルールズ2016。試合終盤に、ウッズにワーリングダービッシュを決めるも返されてしまい。 追撃しようと場外にブレーンバスターを決めようとするが耐えられビッグ E によりスピアーで場外へと追い出されさらにコッチがコフィより場外に気を取られていたレフェリーの隙をついてハイキックを受けてしまい倒れ最後にウッズよりシャイニングウィザードを決められ敗戦した2017年4月5日コッチが WWE から解雇となったことを受けてタッグは自然消滅する 5月2日、スマックダウンライブにて NXT 時代に使用したオペラギミックに戻り、試合前にはリング上で歌唱を披露。試合ではタイデリンジャーと対戦するが最後にタイブレーカーを決められ敗戦。試合後には涙を流した。サマースラム後にはルセフのパートナーとして行動するようになる。後に、 ルセフデーという名で正式にコンビを組むようになると、エイデンの歌唱力も、相まってか年末には、爆発的に人気を得るようになっていった。2018年に入ると二人は、毎日がルセフの日を合言葉にその人気は、格好たるものになり、毎回会場で、ルセフデーちゃんとが発生するまでになった。ロイヤルランブル2018では、ロイヤルランブルマッチの一番手であるルセフと共に、登場し、 オープニングマイクは、エイデンが務めた。後にルセフの妻であるラナと対立ストーリーが展開され、ルセフデーは解散となった。2019年1月23日、205ライブの解説者に就任することが発表された。2014年12月、WWE の下部組織であったカイ CW や、その後継である NXT に、ラクエルディアスのリングネームで所属したシャウル・ゲレロと、 婚約し、2016年1月3日に結婚式を挙げた。シャウルは、エディ・ゲレロを父に、ビッキー・ゲレロを母に持つためリーボルトは、ゲレロファミリーの一員になる。ありがとうございます。